どうぞ。はい、こんにちは。斉藤匠、タクちゃんと呼ばれておりますので、タクちゃんと呼んでいただけると嬉しいです。はい、手元の資料に持っとって、ちょっとプレゼンテーションさせていただきます。今日は、わかりやすくですね、障害者を支援する、そんな日本をですね、もっと障害者をもっとみんなで支援しておこうっていう、そんな日本にしていきたいという、そんな思いのイベントを立ち上げた。それがもう間もなく、いよいよ来週のですね、15、16の土曜日、日曜日比谷公園で開催されるので、最後の宣伝および、できましたらお寄付いただきたいなみたいなお話に入りました。表紙1枚目、上の方ですね、みんなが笑顔プロジェクトって書いてあります。まあ、一番後ろの方にですね、いろいろ私がなぜこの方になったかというのをちょっとまとめて書いてありますので、ちょっとお話しさせていただきますと、私、本業がテレビ番組を作っております。で、まず本業がテレビ番組でずっとお笑い番組を作ってきました。ここがまず一つの笑顔ですね。人を笑わすっていうのが仕事でございます。で、もう一つ、自分の子供が今、長男が、もう清水さんにも後輩で慶応に取り組みしますから、聞かさせていただきます。息子が小学校上がって初めて、公立の小学校で PTA なるものに少し入らされるわけですね。でうちの嫁がですね、実は東京都の小学校の先生をやっていて、で小学校の先生をやってる女房を見ながら、学校の先生って大変だなというのをずっとこう見て、あるいは愚痴を聞かされ、最近の親のダメなところなんていう話もいっぱい聞かされ、いやせめて自分の子供が通う小学校の PTA を通じて学校の先生をお手伝いしてあげようというのを軽い気持ちから PTA に入って、で PTA を一生懸命やっていくうちにあっという間にちょっと私千葉県市川市に住んでおりますが、市川市の PTA 会長に2009年の4月になりました。市川市の PTA の会長に就任した時には一応市川市でも3万世帯ぐらい会員がいるもんですから、3万世帯に向けてのメッセージということでなんかいろいろ考えた結果として、あ、自分は、PTA 最初入った時ですね、すごくそのお母さん方がいやいややってる、なんかみんな義務のようになんか学校のためとか子供のためとかっていう大義名分をかざされてですね、楽しくない嫌だと言いながらなんか手伝いしてる。でそんなんじゃなくてやっぱり親が一番楽しんで仕事しなきゃいけない、子供が楽しいわけないじゃんって思いまして、だけどまず、自分が小学校の PTA 会長になった時に楽しくやろうよ、楽しくやろうよ、まずは親が楽しんで活動しなかったらなんで子供が楽しめんだよっていう話で、楽しい、明るく元気、楽しい PTA っていうことをキャッチフレーズに掲げてですね、ずっと言い続けてきた。それの延長で市川市の PTA 会長になった時に、あ、自分はみんなを笑顔にするために PTA もやってきたんだ、で本業でみんなを笑わせる、で PTA 活動もみんなが笑顔になるための活動だということで、みんなが笑顔プロジェクトというのを発令しました。で、そこからまた多少時間がかかるんですけど、その翌と同じ年ぐらいにですね、PTA に、市川市の PTA に公園名義の申請が来た。その公園の名義の申請がどこから来たかというと、市川市民文化ネットワークという市川市のですね、市民のミュージカルを、10年ぐらい前からやっている団体から来た。私実は東京に上京したのは役者になりたくてですね、映画スターを目指して東京に上京して、そういう日大の芸術学部なんていうことに受かったもんだから調子になって役者を目指してたんですけど、あれをあれをという間に鼻を折られてですね、あ、これダメだと、自分は役者になれないなと思ってですね、もう21歳の時にスパッと諦めて、でちょっと通り回りのようにしながら、テレビの仕事に入ったんですけども、でその役者の夢があったもんだから、ミュージカルに耳を貸すだけじゃなくて、人も出ようと思ってですね。で、その市民ミュージカルに出ることがきっかけになって、でその、NPO が、実は、毎年毎年10年前から、地元市川の中心とした知的障害を持った子どもたちをもう100人近く集めて、ミュージカルをやらせてるっていうのを知ってます。で、単純になんか、したいなと思って、裏方手伝おうと思って、その、ミュージカルに関わったんですけど、結局、お父さん役がたまたま足りなかったということで、じゃあ、タクちゃん出ないよということになって、20分出たんです。それが本当にもう私の、もう今から5年前、こんなにも障害者支援をしようなんていう思いに、まさかなってなかったんですね。で、その毎週毎週ですね、日曜日6時間ぐらい、3ヶ月間、その知的障害を持った子どもたちとミュージカルを受けて、で子どもたちからものすごくたくさんエネルギー、勇気とか愛とか笑顔とか
もたくさんもらって、で、さらに今度お母さん方ですね、お母さん方とこう話してくるうちに、お母さん方がたくさん聞いて、私の元に障害を持った子供が生まれた時に私は自分を責めた、で自分も自殺しようと思って、この子を殺して私も一緒に死のうと思って、非常に仲間として失敗された。でそのお母さん方がでもやっぱりこう先輩のお母さん方から勇気をもらって、ああでも私のもとに障害を持った子供が生まれたってことがやっぱりこれは運命であり使命であり選んで生まれてきてくれたんだって思えるようになったと。でそのお母さん方がまたさらに帰宅者に聞いて、私はねでもやっぱり悩みがあって、で結局私が先に死んじゃうんじゃない、私が死んじゃったと旦那も死んじゃって、この子残された子供は一人生きていけるかしらと、生きていけないです、生きていけない子供は。で結局施設とかに預けられるんですけども、まあその施設もなかなかね、まだまだ、整ってなくてですね、もう本当にあの柔道の障害だと鍵がかかる、もう誰も保護しておかないようなところに閉じ込められるような施設があったりとかですね、まあ、まあ本当に単純な話です。もうなんか一人でも多くの人に障害者がいるんだよ、で我々は、まあ、何かしら障害はあるけれども、でもまだ元気なんだから、働いているんだから、少しこう手を差し伸べたらいいんじゃないっていう、その存在を知ること、知らせてあげること、それをなんか広めようかなと思った。これがこの障害者支援のスタート。で、めくるとですね、まあ、下の方にあの写真が、2枚目の下の方に写真がいろいろ載ってますけれども、これは実は、その障害者支援をですね、去年1回目のイベントを代々木公園でやったんですけれども、なぜその障害者イベントまでやろうなんて思っちゃったかというと、最初はその市民ミュージカル、知的障害者ミュージカルを一緒になって広めようと思ったんですけれども、まあ、たまたま今度は自分の実の妹がかなり重度の、統合失調症という病気が精神病の中にあって、まあ、幻聴幻覚を、まあ、見える聞こえるという状態に妹がなっていた。でそんな妹から、まあ、私よかれと思ってですね、この知的障害者と一緒に触れ合ったら少しは逆に元気になるかなと思って、見においでよ、練習においでよって感じさせたら、逆に妹がいやお兄ちゃん、私はね精神障害なの、知的障害者じゃなくて精神障害、知的障害者を支援するんだったら精神障害だと支援してるという話をする。でも、まあ、たまたま私のそばにですね、日本テレビの社員が、まあ、かなり、相応から始まって最終的にちょっと薬を大量に飲みすぎて死んじゃったやつもあるんですけど、すごくその精神障害の支援って難しいなっていうのは分かっていて、まあ、でも妹の手前分かった分かった、精神障害も支援してくれお兄ちゃんはなんて話をしてたんですけど、知的障害と精神障害どう違うんですか。単純に言うと知的障害はまあまあまあ、はい、あの知能指数が低いとか、精神障害は、まあ、全然普通です。そうです、そうです、相うつだったりとか、はい、分かりやすいのが相うつです。私もあまりそんな詳しくないんですけど、元も相続から始まる、まあ、睡眠大体不眠症、なんか心配も元があって、なんか眠れなくなったとか、そういうところから睡眠薬を飲む、でそれが悪循環になって、で相うつ病になって、でまあ、最終的にこう幻聴が。人材が相うつの入口？結構多いと思います。あ結構多い。うん。で薬がないと眠れなくなるし、で不安だと眠れなくなる。あとは酒か。酒かね。でもそれは一つ今度はアル中だったしね。アル中もまあ一種の精神病だったね。まあそう妹がそんなことを言われ、で精神障害難しいな、支援するの難しいなと思ってたら、まあ、たまたまひょんなきっかけで、あの私の行きつけのバーにですね、本当に重度の精神障害でもう自殺未遂でしてて、最終的にはなんか三島由紀夫に憧れたって腹まで切ったっていうことでですね、その男が、詩人なんですよ。でなんかおじいちゃんが、ギンギンギラギラ夕日が沈むかなんかの作詞家だったんですよ。だから家系的にはそういう詩人の家系なんですけど、で今まあ定職も家系じゃんかわかんないけど、定職も持たずにまあとりあえず詩を書いて、もう重度の精神障害なんで多分ちゃんと手帳をもらって、で働けなくてもお金をちゃんと生活はできてると思うんですけれど、まあ自分の思いをずっと詩に書いて、
いろんなところのステージに立って自分の思いを死で叫んでるってやつが、と友達になっちゃうんですね。でそうすると今度その彼を通じてですね、精神障害の詩人と、そういう人たちから何かもらおうと思っている精神障害の観客が集まる問われ物の会だっていうのが生まれていって、そうするとなんか逆に私が単純にマイノリティでそこに行くと、精神障害の人って言うとみんなはい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 って言って、じゃあ健常の人って言ってはいって僕しか手に入らなくて、なんか非常になんか楽しかったんですけど、映んないですか？映んなかったですね、全然全然。その中だけだと別に精神障害が当たり前の中にいるとですね、みんな明るいんですよ、ものすごい明るくて、なんか全然普通なんですよね。うん、逆に僕の方が小さくなっちゃったんですけど、で、まあそんなの出会いがあったりとか、で、だんだんそうすると今度見えないけど尺八吹いてる人と一緒に演奏する機会が与えられたりとかですね、なんかいろんな障害を持ってる人と交流がだんだんちょっとずつちょっとずつだけど広がっていく。あともう一つ、やっぱりこういうなんか医療中ウェブ交流会で講師に立たれた方も20年ぐらいユニバーサルデザインということで、まあ、企業にユニバーサルデザインというのは何ぞやとか、こういうと目の見えない人ためにはこういう商品開発した方がいいよみたいなアドバイスをしてる、素敵なおばさま社長と出会いになって、でその方が障害者っていうのは別に障害を持った人が障害者じゃなくて、生きにくい、まあ、何か普段に生活するときに障害を感じた人は障害者だよって言われて、あ、なるほどな、深い言葉だなと思って、でまた今度はじゃあこのおばさんにのそばに行っていろんなことを学ぼうと思って、そのおば様はですね、自分の仕事がユニバーサルデザインなので、だからいろんなところで本当にその見えないという、どういうこと聞こえないという、どういうことを精神障害という、どういうことということを語るようにということでですね、その彼女は10年ぐらい前から2泊3日、八丈島でさまざまな障害を持った人と障害者と知り合いたいという人と、もう無理やりキャンプ場に放り込まれてですね、みんなで一緒にテント作って2泊3日のキャンプをするというところも初めて、そこに僕も去年初めて参加して、でそこで生まれて初めて私は聴覚障害で手話しか使えない人、全く聞こえない喋れない人たちの中での生活して、本当に聴覚障害って実は一番壁を感じていらっしゃる、お互いに壁作っちゃってるんだなっていう経験も去年させていただき、でそんなこんなでいろんな障害を持った方とも知り合いが増える、でさらに今度障害を持った方を応援している NPO とか、まあ、社団法人とかその人たちとまた出会いがどんどん増える。でまあそうなってくると、なんかみんな頑張ってる、みんなの思いをみんな伝え、自分のところに僕も伝えたいと思うんだけど、これは結構時間かかるなということで、どっか広い公園を借りて、そこに思いを持った障害者で歌ってる、踊ってる、絵を描いている、書道をやってるみたいな人たちも集める、さらにそれを応援している支援者を集める、そしてそのまた支援者からちょっと一回見においでよなんていう声が広がっていくっていうのが、一つの場所にあればもっと効率的に広がっていくんじゃないかなと、そのユニバーサルなダイバーシティーなっていうことで公演を借りようと決めて、で去年まあ1回目良い公演でやりました、まあ、やったことによって分かったこともあるし、やっぱりお金もかかるなってことも分かりました。で今年とにかく1回やったらやっぱりこれやめられないっていうスタッフが残ってくれてですね、今年第1回をやることになりました。でまた1枚めくっていただきますと、まあ、今年は第2回なんですけど、実際はもう本当に今年が1回目だと思ってます。去年はもうやっぱりそのプレイイベントだったなというのが、で第2回のチャレンジフェスティバルは11月15日、16日、10時から、まあ、5時前までですね、日が暮れるまで日比谷公園の、帝国ホテル側から入った真正面にある噴水広場で行います。でまあまあちょっとこの書きみたいなのが書いてありますけれども、まあ、今年は本当に中込さんたちの力もいただいてですね、早々と厚生労働省、厚生労働省東京都千代田区からも講演をいただきました。やっぱりこう私も末端で番組だけ作ってきた人生だったので、まあ、この政治家の方々とか遠慮感なんですけども、その、まあ、目的を達成するためにはいろんな、なるべく手段は近道を選んだ方がいいなと今年改めて学ばさせていただきましたけれども、そういうその政治の世界もこ うまく引き込むことによって、本当のこの障害者の障害がある人ない人も共にこう明るく笑顔で過ごせる街が作っていけたらなと実感しました。
ね、私も5年ぐらい、まあ、知的障害が中心ではありますけれども、障害の方と一緒にこうずっと過ごしてきたことによって、すごくまだまだ神にも仏にも届きませんけれども、かなり神仏に近づきやつだなっていう気がしております。で、実は私の中3になる娘がですね、ひょんなきっかけでいじめにあって今不登校なんですけど、2年間不登校で、やっぱりそのいじめ、聞いてるところも一生懸命やってると、いろんなところでいじめがあって、まあ、皆さんよくご存知のいろんなところで、まあ、自殺があって、で、社会的な問題にもなったりして、で、そのいじめの根本的な解決にも、やっぱりこう皆さん一人一人が思いやり持って、優しさを持って助け合えれば、いじめなんかもそうそう簡単に起きないんじゃないかな、なんて思っておりまして、最終的に日本人が本当ハッピーになるためにはですね、まずその思いやり、他人に対する思いやりっていうのがね、もっともっとこう学校教育とかでも植え付けられるものもないし、家庭じゃもうとてもじゃないけど、その思いやりだっていうのも、ね、夫婦間が仲が悪くてシングルマザーが特に来るのが難しいですよね。そういうところで、なんか本当もっともっと身近にね、障害がある人もない人も一緒に過ごせる場っていうのができてくると、本当にこの日本は、明るい、絵のあふれる国になっていくんじゃないかなと思っております。まあ、そこが僕の最終的な目標なんですけども、だから死ぬまであと30年、40年、50年いつの死ぬか分かりませんけれども、死ぬまでとにかくこの障害者の存在は日本の中にしていって、障害者ある人ない人が一緒になんか参加できるイベントなのか、いろんなことがやり続けるかなと思います。じゃあちょっと中身をパッパッパッと出させていただきます。今のページの下のユニウォークというのがですね、まあ、ユニバーサルウォークということで、日比谷公園が去年使いました代々木公園だとすごく殺伐とした公園なんですけど、ね、すごく日比谷公園って素敵な公園で、うん、あの大きな池もあったり、心の地をモチーフにした心池みたいなのがありますね。で、時期的にちょっと私、まあ、今まだ見に行ってないんですけど、なんか多分ぼちぼち紅葉なんかも始まるんですけども、せっかくなのでその公園の中を散歩しようじゃないかと、イベント会場とは別にその広い公園をみんなで散歩しようじゃないか、それがまあ、ユニウォークですね。で、その散歩もただ散歩するんじゃなくて、車椅子を乗ったことがない人が乗ってみる、車椅子を押したことがない人が押してみる、あるいは目の見えない体験をしたことがないですよね。なのでアイマスクをして歩いている、目を見えない人に肩を貸して声だけでアテンドしたことは多分ないですよね、皆さんの方がね。で、アテンドの経験をしているということで、アイマスクを用意して、車椅子を用意して、お互いに交換しながら散歩しようという企画でございます。はい、でめくっていただきましょう。冗談、みんなで踊る心のプラカードですね。まあ、去年 AKB のですね、恋する報酬クッキングが、まあ、この部分が大事です。みんなで日本中で年末に向けてカラオケにじゃあ踊っていったんですね。で、それの、まあ、今年バージョンということで、ありがたいことに AKB が心のプラカードという曲を8月の下旬に新曲として出しまして、今まさにテレビ CM でも流れています。年末商戦に向けてということだと思います。で、この心のプラカード、本当にちょうど心の中にモヤモヤがあっても口に出して言えないことをプラカードに書いて出そうなんていう歌コンセプトがあったりして、非常に今回の障害者支援に合ってたなと。これを今、全国に向けて、結局あまり告知が足りなくてですね、応募は少ないんですが、障害者を中心にこの心のプラカードの振り付けを覚えていただいて、それをビデオに撮っていただいて、あとはさらにこの日比谷公園でもたくさんみんなにこうやって踊ってもらって、それをビデオに撮って最終的に1本のビデオ作品に仕上げて、でそれを、AKB の事務所に送ると、まあ、まず多分通ると思うんですけれども、 AKB の YouTube チャンネル、専用チャンネルです。で、その AKB の公式チャンネルの中に公認ということで我々の映像が載るようになると。そうすると一気にまあ10万、20万、30万っていう視聴者が見てくれるようになる。それはそれでまた障害者がすごく楽しんで踊ってるんじゃないっていうのがアピールできる。で、AKB にも打診しましたが、ちょうどですね、今度の15、16全国規模で握手会が飛びましてですね、来ていただけないという。お答えが、補欠とかでもいいんですか？全員行くそうです。全員ちゃう、全員行くそうです。残念ながらバイトとか、まあ、あとはね、こういうその支援イベントって東北支援だけやってるんですよ。彼女たち未だに月に1回なんかで東北全くコンサートやってるらしくて、うん、
でそれに今度じゃあさらに障害者支援も乗っけてねっていうのをちょっとこれから東北で言えばいいんですか。東北で言えばいいですね。あ、なるほど。宮城あたりでね、そう宮城の障害者を中心に集めてやれば、あ、それは言ってるようなことですね。なるほど、ここでやんなきゃいけないのね。確かに確かに。で、まあ、ここに実は真ん中に映ってるのは下村博文文部科学大臣で、まあ、これも政治がどっちかというとですね、やっぱりいかにうまく使うかっていうことを今回本当にいろんなことを教えていただいたんですけれども、まあ、とある方が、まあ、ちょっとじゃあ出させようよなんて言っていただいたら、まあ、何人か右が上にいる片山さつきさんもいらっしゃいまして、まあ、まさか、まあ、本当に下村大臣が受けしてくれるとは思わなくて、この間取り行ってまいりました。でも実は公になってるところは公になってるんですけど、知らない人全く知らないんですが、息子さんが障害者なんですよね、大臣の、発達障害だと思うんですよ。でもちょっと笑い話しちゃうんですけど、文部科学大臣でさえ自分の子さんが日本の特別支援学校じゃ合わなくてイギリスに留学させちゃったっていう話があって、なかなか教育改革は一つ筋書きは言わないんだなという話なんですけど、はい、で、政治学の先生方何人かも取ってまいりまして、それも当日会場であまりお金がなくて大画面から出せなくて、このくらいのちっちゃい画面ですけど、一応出しますっていうのをやります。あと石川、去年から引き続いて出てくれる方も含めてですね、さまざまな障害を持ちながらも歌ったり踊ったり自分の存在をパフォーマンスでいろんな人にライブ活動で見せている人たちが15組出てくれます。右上は綾子ちゃんというのは、これ全然普通の素人で IBM の社員なんですけれども、まあ、筋ジストロフィーという筋肉がどん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 なくなっていく難病で、まあ、もう間もなく今は癖つきながら出てますけども、完全に車椅子になって、まあ、ご存知の方にはちょっとあれですけど、状態から今度寝たきりになって、自己呼吸ができなくなって、喉に手をつけて、で心臓もその下の心臓も高くなってっていう病気で、彼女は20歳の時に筋ジストロフィーって分かって、その前にもう走るのが遅くなったり歩くのが悪くなったりして、かなり小学校の高学年でいじめちゃってた子なんですけど、20歳で初めてその筋ジスだって病名をつけられて分かった時に、やっぱり彼女ももう未来がないと思って死のうと思ったんだけれど、まあ、またさらに日本中の筋ジストロフィーの先輩方からいろいろもらって、じゃあ元気なうちだけその自分の存在をもっともっとアピールしていこうって思い直し、音楽が大好きなので自分の思いをライブで、自分の存在と思いを歌とトークで伝えようって今ライブをやっている、そういう感じで、右側の下がリミちゃん、去年も出てくる、この2人、あやちゃん、りみちゃん、あやこちゃんとりみちゃんは今年ちっこいね、入っていただいて中心になって活動を広げようとしていただいていますが、りみちゃんは、聴覚障害ですけど難聴なので、聞こえにくい、言葉もうまくしゃべれない、で自分の歌はもうあるんですけども、まあ、人の歌をですね、手話を使って、そのただ手話を訳して、手話を使うわけじゃなくて、もっとそのダンスに見えるような形ですごく妖艶な感じで手話を取り入れたパフォーマンスをしてくれる。左上はですね、アメリカのダンスコンテストで3位になったチームなんですけども、左側がベッキーっていう、日本でもテレビで活躍しているベッキーっていうタレントの妹さんで、右側がエグザイルっていう、まあ、日本の一番ダンスが有名になってしまった学校、日本中に学校ダンス学校いっぱい作ってる、その学校の東京校の先生で、この2人が、知的障害の20歳前後の子たちで、もうずっとダンスが好きでですね、ダンス教室に通っている、そこの子供たち、子供たちは青年たちですね、のに、ダンスを教えるって最初企画だったんですけども、実際私も1回目の稽古に行ったらですね、そこの先生が国にあたった、ずっと何年も前から教えてる先生がちょっとユニークな教え方をしていて、私は私で知的障害の子供たちミュージカルに出てるんで、基本は振り付けはこうだよとか教えていくんですね。で、時間をかけながら覚えていくんですけども、こっち側の今回この関わったチームはですね、全く自由なんです。
音楽だけかけて、で例えばこうレッスンの合間に写真がいっぱいあるんですね。その写真を好きなんで選んでって言って、東京タワーとか江戸時代みたいな飛脚とか、そんな写真を選んだら、それでじゃあ音楽かけるから飛脚踊ってって言うんですよ。飛脚踊るんです。へえ、何だかよく分かんないけど、だんだん飛脚に見えてきたりとか、東京タワーに見えてくるんですけど、だからちょっとね、東京タワーに、この先生もなんかね、鳥肌だって、私も鳥肌だったんですけど、振り付けを作らせるんですね。とか、ちょっと僕の経験の中に、知的障害者に自由にダンスを作りなさいっていうのが初めてだったので、でも独創的、独創的でした。すごかったです、すごいなと思いました。まあそんなのも見られます、16日。はい、でゴールドコンサートっていうのは、これもあのキンジストロフィーの方が、障害者の中からもちゃんと金が取れるアーティストを発掘しようって言って10年前から始めた、障害を持つミュージシャンのための音楽コンテストです。まあ残念ながらまだ本当にメジャーになって、それだけで飯食えてる人は出てきてないようですけども、まあ、そうですよ。あ、そうですよ。メジャー。そうですよ。もうまだ来ないよ。お会いしてないですよ。もうメジャーなりましたね。もうなるね。なりますね。なる人がいるんですよ。そうだ。やっと出てきた。盲目の専門の女の子で ピアニストですよね。そうそうそう、そうだそうだ、すいません、上田先生のところに行ったゴールドコンサート、はい、佐藤ひらりさんっていう女の子、まだ12歳ぐらいですよね。このコンサートから出てもうなんかメジャーデビューされる25日っていう、まあ、方がいろいろ出ます。ちょっとじゃあ少し飛ばしました。めくっていただきますと、もう一つ今年今回の目玉かなと思っておりますのが、上段大島花子さんが読み取るっていう、坂本九さんはご存知かと思うんですけども、まあ、世界中の大ヒットであった上を向いて歩こうがありますが、時間で大丈夫、この時間私が入れといて修正した、この時間間違えた。いや、私がこの前見て歌うんですよ。何かと修正して、まあ、大島花子さんって娘さん、姉妹で長女なんですけれども、女優をやられた時代もあったみたいですが、最終的には歌手をやられてる。私は実は全く大島花子さんって名前も知らなかったんですけど、もう恥ずかしい話、大島花子さんが、まあ、出ていただけるってことになり、もう本当にボランティアベースで出ていただける、ボランティアというか無償で出ていただけるんですけれども、趣旨に関しての共有を了解していただきまして、で、プロフィールがここちょっと一部忘れてるんですけども、父は歌手の坂本九さんということで、亡き父の上を向いて歩こう手話を交えてたんですけども、実は亡き父の意思を継いでというか、亡き父がやってたことを継いだって話なんで、なんか実はもう30年以上前に坂本九さんは自分の歌の上を向いて歩こうに、上を向いて歩こうを涙が折れないようにっていう歌詞をつけて、手話をつけて、でライブをやってたらしいです。でそういう障害者なんかも招いてライブをやってたらしい。でその大島花子さんが、まあ、出ていただくんですけども、実はその上を向いて歩こうの手話が私も見たら簡単だったので、じゃあこれはせっかくだからみんなで、ね、ただ歌う聞くだけじゃつまんない。今年のコンセプトは、去年は本当に一方的に団体で歌ったり踊ったりするの見るよ、私は絶対に何か参加させたかったんですね。で、みんなで一緒に作る文化祭にしたかった、学園祭にしたかった。で、さっきの AKB もそうなんですけれど、で、この大島花子さんの上を向いてある方は、今、YouTube で公式サイトの中に、この今下に爆発水で映像が出てますけれども、オリジナルで上を向いてある方を、みんなが分かりやすいような振りを、もう一回我々スタッフも入って取り直して、それを今流しております。これをまあどれだけ見て覚えてきてくれば分かりますけれども、当日会場でも上を向いて歩く手話を学ぼうテントという人が作ってですね、そこで、簡単な手話、自分の名前ぐらいは手話で言えるようになるよというようなのを合わせて、この上を向いて歩くのビデオを流しておきます。最終的に大島花子さんが出る時間は、その会場にいる人は極力みんなステージに立って、上を向いて歩こうとやってる。会になってやりましょうなんていう話でございます。で、下段の方が、まあ、いろんなイベントのブースの方も出ますということで、これもなかなかね、ちょっと声をかけるのが遅かったっていうのもあるんですけれども、で今日こちらにしちゃって、はい、右側の四角、白、黒四角の2番目の、
親亡くなった出張無料相談室田辺先生の相談室、はい、の先生の相談室先生でございます。どういうことか簡単に、ごめんなさい、簡単に、まあ、親だけは取っているように、先ほどもちょっとお話が、レサーチファンの方が出ました、まあ、子供を死んだと、まあ、かけられない、親が死んだと、子供は、まあ、どうなっているのかということで、まあ、ほとんどの、まあ、障害者の親の方は、まあ、本当に漠然とした不安を持っていらっしゃるので、まあ、そういった方々のために、まあ、もう本当に、今の日本で全然解決策は全くないんですけども、ただじゃあ、お金のことはどう感じているのかとか、住んで住むところはどうしているのかとか、まあ、あとはいろんな支援する方はどういう人たちがいて、どういうことを、どういうところに働きかけていけば、まあ、ちょっとでも、まあ、子どもが今の生活、親がいるところからあんまり変わらなくいけるんじゃないのっていうことを、まあ、いろいろ話をしていければなということでもやってまして、まあ、それをこういうところでも、まあ、たくさんそういう障害者の、子どもを持つ親の方がいらっしゃるんで、いろんな話はできればなと。でまあ、相談室というか、まあ、アドバイスみたいな形になってますけど、基本的には、まあ、話を聞いてあげる、聞き相手をするだけで全然違うと思ってますので、まあ、そういうことができればいい、まあ、今もそうですけど、そういうことをこういう場でもできればいいかなというふうに思って、ありがとうございます。あとは、左上にカラオケ館ってのがあって、まあ、チェーン店なんでね、皆さんもご覧になったり、見たりとかあると思います。カラオケ館さんが全面協力でございまして、日本で唯一高田馬場のカラオケ館にだけですね、展示で歌詞が流れるというカラオケがあるらしく、で割とカラオケ館の社長がもう少し、ユニバーサルライバーシティにカラオケ館をしていきたいって思い始めたらしいという話なんですけれど、それで今年、まあ、この会場に自称ですね、障害者っていう人しか歌えないカラオケルームを一部屋作ろうという話です。でその中にその片方の場にしかない展示の機会も置いて、目の見えない方は展示で歌詞を読んで歌ってもらうという企画で、でまあそのカラオケ感というのはちょっとなんとなくポイントとしてじゃなくてね、この後の話につながったりするんですけど、まあ、あとはまあそういろんなものが出たりします。であとは最後のページなので、さっき話した、まあ、私の思いは上のところに向いて文字で書いてありますので、ここは考えさせていただいて、で今後の取り組みなんですけれども、まあ、とりあえず一つはこのチャレンジ・ザ・フェスティバルというのは年に1回のお祭りとしても、これはもうとにかく本当に私が死ぬか、私がやっと日本もみんななんかご障害ある人もない人も関係なく言えられるようになったねって実感するか、それが来るまではやり続けると。でただ年に1回の祭りだけじゃ何の意味もないので、そこに向かって、まあ、年間プログラムとして企業も巻き込んでない。私ね、本当今年は少し営業活動したんですけど、 CSR っていう言ってる会社こそ障害者には全くお金出さないという実感があって、あと障害者のためにいろんな活動している人が思いが強くて、いろんな活動すればするほどもう日本は障害があるないなんて絶対交わらないって言い切った人にもこの間ありました。聞こえない人のために、聞こえない人が聞こえやすくなるためにスピーカーをオリジナルに作ってるっていうことで、社長さんと会ってついこの間もなんか TBS でドキュメンタリーで30分取り上げられたりとか、結構いろんなところから今引き合いがある社長さんなんですけど、イベントじゃ変えられないよって言われてもうね、日本なんてね、格差社会は当たり前だし、差別社会は当たり前だし、あんなね絶対障害者支援するような国にならんって言われました。だから自分ができるのは会社を大きくして、まず自分の仕事で聞こえにくい人に少しでも聞こえるものを量販していきたいなということと、それで稼いでいったら一人でも多くの難聴者、聴覚障害者を社員として雇用して給料払えるようにしたいんだって言い切ってました。でそこまで言い切られるとクソッと思っていや、じゃあイベントで祭りごとで日本をね、もっと障害があるないの垣根取っ払ってやりたいなっていうのはまたちょっと思いましたけど、それで、とりあえず目先これ、まあ、1、2、3って書いてあるんですけども、1番はまだまだ当日ですね、本当にその障害がある人に距離を持たれている方がほとんどなので、まずはお手伝いをねしてもらって、当日イベントで声をかけるってことがそんなに怖くないんだよとか、なんかあーって騒いでる子がいるけど、まあそんなに怖くないんだよとかっていうのを実感してもらおうかなと、ボランティアスタッフとしてねっていう感じでございます。ボランティアスタッフに
になりたいと思ったらどうしたらいいか。今あの公式サイトで、ボランティアさん募集っていうページがあるので、そこからちょっと問い合わせ、エントリーしていただくと事務局から連絡があります。もうあの1日だけでも1日ゴムだけでも全然大丈夫で、まあお客さんとして見に来ていただければね、まあ、いろんな方がその日いるんでそれだけでも十分だと思いますけれども、さらにあのスタッフとして入っていただくとね、もうちょっとこう近いところにいられるんでね、またいろいろあの感じていられることがきっとあると思います。2番のカラオケ研修というのはですね、これはまあカラオケ館さんが、ここまで協力してくれてるので、でいろんな話をね、あの中村さん、お母さんと戦略的にもしてたんですね。企業が CSR じゃ金出さないから、ね、人事研修みたいな形でね、やったらいいんじゃないかと。もうあの雇用しちゃってるところはしちゃってるんで、別にもう今更障害者が知る必要ないって言い切られちゃうし、で、雇用しなきゃいけないあの 2.0% っていう雇用率があるんですけど、障害者で 2.0% を守らないとですね、1人雇用しないことに対して5万円罰金払わなきゃいけなくて、罰金払うの嫌だからきっとみんな雇用してくれたらって、また僕もまた甘い考えだったんですけど、実態は5万円払った方が安いんで、1人雇用すると10何万払わなきゃいけない、で障害者雇用するためには設備も会社の中の設備を整えなきゃいけないっていう設備投資もしなきゃいけない、だったら1人雇用しないからできないから5万円払った方が、でも全然安いっていうのが企業の論理だけども、あってまた分かり、ダメだと、これじゃダメということでですね、まあとは言いながら、でもやっぱりあの自分が雇用したいなって思い始めてる企業も絶対あるからって、そういうところが怖がらなくていいよっていうところのサポートが2番と3番なんですけども、まあいきなりぐっと敷居を下げてですね、カラオケ一緒にしようよと、カラオケしたら一緒に歌って飲んで食べて歌えば、なんかはこの頃も知れるかもしれないし、障害者もまあまあ使い方とかいろいろありますけれど、そんなのを別に気にすることないんじゃない？だ大事なのはなんかサポートしようとか声かけてあげようとか、なんかあの相手がな声かけたらちょっと嫌な顔したら、あ引こうかなとか、なんかそういうそういうことだけだと思う。そういうのを分かっていただけると、まあ非常に腰を下げることになる。でここであえて知的障害と書いたのですね。これは人事研修をされている先輩がね、こういろいろ話をリサーチした結果、企業が障害者雇用はもう、まあ、身体障害がほどほど終わっていてですね、まあ、見えないけど頭の回転が、まあ、聞こえないから回転が、まあ、やっぱり次に知的障害ってなかなか一般企業が働きに行っているというところで、じゃあ知的障害を今度は次の段階は企業は知的障害者を雇用していかなきゃいけない、さらに精神障害も雇用していかなきゃいけないので、じゃあ知的障害者を特定して一緒にカラオケ大会をするっていうのはいいんじゃないかということで、カラオケ大会にもご協力いただいてというふうに思います。でインターンはですね、まださらに知的障害をしてますけれども、まあこちらである程度、うん、この子だったら企業にちょっと送り込んでも大丈夫かなっていう子たちを、インターンとしてですね、企業に行って一緒に、まあ、働いて実際に働いてっていうのも来年はねやっていこうかなというところでございます。でまあ、以上ざっと駆け足と言いながら結構時間が来てしまいましたけれども、まあ本当に支援がないとですね、なんか続かない活動でぜひぜひぜひ、ご支援いただければと。具体的にはお金もねあのイベント一つやるにもやっぱり500万ぐらい、今回の規模でもですね、まあ、テント立ててステージ立てたりすると、それ以外のスタッフはみんなボランティアなんですけども、やっぱりどうしても最低限の、お金がかかるって500万円かかってしまうんですが、まあ、ちょっと毎度毎度動き出しが遅くてですね、私も現場で作る方が好きで、中身考える方が好きで、営業がついごてごてに回った結果、まだまだお金が取れてくるっていう状況だから、まあ、今年は今年でまた割り切ってやるんですけれども、 さらに来年に向けてですね、ぜひ皆様ご自身、あるいは皆様のお申し込みね、近い方でですね、こういう障害者を受けるとか、ユーミニーの周りの方がいらっしゃったら、あるいは、スポンサーの候補になりそうな方がいらっしゃったら、ぜひこの15収録見に来ていただけると、きっとあの伝わるんじゃないかなというふうに思っておりますので、お足をですね、お運びいただければ幸いでございます。以上でございます。ありがとうございます。